ラーメン、笠岡ラーメン、笠岡ラーメンの一例。笠岡ラーメンとは、岡山県笠岡市のご当地ラーメンである。別名、鶏そば、鶏ラーメン、かしわラーメンなどとも呼ばれる。笠岡市で、養鶏業が盛んであった頃に誕生したラーメンである。特徴は、一般的なチャーシューではなく、かしわチャーシューと呼ばれる鶏肉を乗せること。かしわチャーシューは、 単に柏とも呼ばれる。スープも、老鶏の鶏ガラ醤油味であり、あっさりとした味わいとなっている。笠岡市では、朝食として食べられることも多い。提供する店によって、鶏ガラスープのみ、鶏ガラスープに魚だしを合わせることもあり、トッピングも柏ではなく、一般的なチャーシューを乗せることもある。2010年3月から2011年2月の期間限定で、 新横浜ラーメン博物館に中華そば坂本が出店し、笠岡ラーメンを販売していた。もともと、備中地方、特に伊笠地区を含む美南エリアは、養鶏が盛んで、柏わが安く大量に手に入る環境にあった。また、伊笠地区は、鴨型を中心に、備中手延べ麺などの製麺業が盛んで、麺文化に馴染みが深かった。そのような背景があり、 安く手に入る食材を利用し、地元民に、馴染みが深く、気軽に食べられる料理として、柏を使ったラーメンが生まれたと言われている。戦前には、笠岡市外20軒前後の食堂が営業しており、この頃からすでにその多くで、柏入り中華そばを提供していた。特に、斉藤というラーメン店の影響が強く、現在の笠岡ラーメンのスタイルはこの店の影響が、 強い。なお、この店は現在は閉店している。この店の弟子筋や影響を受けたラーメン店、飲食店等が各自で類似スタイルのラーメンを提供していき、笠岡市独自のラーメン文化が生まれた。2016年には、日本のセブンイレブンにおいて、笠岡ラーメンとして商品化され、岡山県内や中国、四国地方など一部店舗で販売された。 地元、笠岡周辺以外ではあまり知られていなかったが、近年のご当地、ラーメンブームやインターネット等の普及により、2000年頃から一部のラーメン愛好家等の口コミにより、徐々にその名が知られるようになった。その後、メディアでも取り上げられるようになった。しかし、豚骨を使用する岡山ラーメンとは異なるのにもかかわらず、本来は別物である岡山ラーメンと同類化。 あるいは、岡山ラーメン笠岡系という扱いをされるという弊害が起きている。現在、笠岡市では、ラーメン店のほかラーメン店以外の飲食店も含めて、十数軒の提供店がある。これは、人口5万2000人規模の都市としては多く、特徴的である。しかし、笠岡市内のすべてのラーメン店で、笠岡ラーメンを提供しているわけではなく、 独自のラーメンやスタンダードなラーメンのみを提供している店もある。また、笠岡市以外の市町村でも、笠岡市が福山のベッドタウンというイメージがある影響からか、笠岡ラーメンを提供する店が現れている。2014年2月9日に日本テレビの鉄腕ダッシュで0円食堂の企画。2015年会をサプライズにおいて、 笠岡ラーメンをメインに取り上げ、全国に向け紹介、放送された。ありがとうございます。